6番の佐伯を抑えました。そして九州勢も前々踏み込んでいきまして中段です。7番の石さんには6番手まで車を引いて3対2対4、2コーナー回ってバックへと向かっていきました。赤番前に抑えた6番の佐伯亮介、佐伯があくまで先行勝負。7番の石谷元気は6番手、ジャンの4コーナー回って直線です。先行6番の佐伯にマーク、9番の土井沙央、4番宮崎浩二、3番手で最終周回です。射程圏の中段4番手は2番の高平号でマーク、5番の山口幸太郎、そして7番の一三元気は縦一本の6番手、2コーナー4番手からは2番の高平号がまくっていく、高平まくってきまして、その上をバック6番手からは7番の一三元気がまくってきました。先行6番の佐伯亮介、そしてマーク9番の土井沙央、仕事をして2番高平は行きません。大外は7番の一三元気、4コーナーから直線です。4番の宮崎浩二が3番手から突っ込んできた、4番の宮崎が突っ込んできて、あとは2着争いはどうか。ルーキーの印象は戦ってみていかがでしたか。そうですね、もうすごい息っぷりも良くて、はい、なんていうんですか、その初心を思い出させてくれるような、すごいやっぱあの気持ちが大事だなっていうのは、また僕もあの気持ちを思い出せたらなと思いました。そうですね、まあ、とりあえず佐伯君も先手取りたいって言ってたんで、まあ、その心意気もすごい作戦話してる時に伝わってきてたし、もう本当に誰警戒するっていうよりかはもう自分の競争したいっていうことだったんで、はい、そこに追従するのみって感じですね。4番手につけてた高平さんが、まくってきて、でそれをブロック、前のそうですね、はい、高平さんがブロックして、はい、本当もうちょっときっちり3番手固めとくっていうか、まあ、ちゃんと高平さんが戻ってくるのも把握して回らんといかんかったかなと思うんですけど、まあでも最後直線はね、空いた位置で、真ん中通ってるところでした、はい、まあ、あれを外から抜けるようには僕はしたかったですけど、はい、まあ、ちょっと今日は反省は自分の中ではもういっぱいあるんで、はいはい、まあ深松以外で決勝のローも久々なんで、なんとか、まあ、いい形で終わらせるように、はい、頑張ります。